はい、皆さんこんにちは。さっきこの段ボールが一つ届いたんですよ。これ何かっていうと、明日発売の AKB48 のニューアルバム、僕たちはあの日の夜明けを知っているの劇場版です。で、今回は何枚買ったんだろう。ちょっと自分でもね、何枚買ったかあんまり覚えてないっていう、ね、多分全部で23枚かな、まあ、今回は23枚買わせていただきました。もう正直いらないんだけどね、こんなに、まあ、いつも思うけどね、この CD は本当に無駄遣いですね。まあ、でもいつものように生写真とかも入ってるので、まあ、順番に開封していこうかなと思います。まずこれが、握手券と CD ジャケットサイン会の参加券。 CD ジャケットサインの参加券3枚しかなかったですね、まあ、しかも全部5月6日のパシフィコ横浜のやつですね。この CD ジャケットサインの参加券は、まあ、いらないかなって思ってます。で、これがいつも恒例の生写真ですね、まあ、それでその下に、CD が、はい、入ってます。あー、よいしょ、まあ、これでね、全部かな。はい、こんだけですね。じゃあこのいつも恒例の生写真を一通り見ていきましょう。じゃあまず1枚目、はい、中西千織ですね。2枚目、よいしょ、おみくり、田中みくです。これは、佐藤安寿だね、はい、ちょっとわかんない。あ、須田あかり、よいしょ、お、服部優奈だ、チーム8、いい、ちょっと待って、本当にわかんない。あ、 STU、 いや、ちょっと STU は全然わからない。もう本当最近のメンバー全然知らないですね。よいしょ、あ、 SKE 研究生、白雪ちゃんですね。これなんか名前は知ってるな。よいしょ、はい、あ、城恵理子、またわかんない。 NMB の三田真央、あ、山尾里奈、わかんないな。山内すずらん、町音葉、お、町音葉、マチャリン、はい、マチャリンだね。あ、奥原ひな子、チームエイトの新しい島根県の子、はい、あ、田中優香、あ、野崎美希、あの SKE の研究生ですね。わかんねえ。あ、北川芳乃、あの SKE ですね。川上玲奈、 NMB、 待って、誰だ、三島遥か、 STU の子ですね。あの、僕が全然わからない、 STU の子。あ、本間ひなた、本間ひなたですね。あ、清水理香、また STU の福田あかりって子です。で、次でもうラストかな、ラスト1枚、はい、青木しおり、チーム K2 で、生写真はこんな感じで以上ですね。まあ、僕生写真は自分の推し面だけ持ってればいいし、この CD も1枚あれば十分なので、これは全部売ってきます。まあ、発売日当日に持っていけば生写真と CD セットで売れるので、まあ、いらないものは全部売ってお金に変えましょうということで、この辺で終わりにしたいと思います。それではありがとうございました。